こんにちは、高橋メアリー純です。今日は普段のスキンケアと抜け感のあるメイクを紹介していきたいと思います。じゃあまずはスキンケアから。化粧水はこのヌーオーガニックモイスト化粧水、化粧水を取って塗っていきます。優しく、いい香り、フランキンセンス。フランキンセンスの香りが大好きで、その香りをそのままこの化粧水に入ってるって感じで。で、美容液はこちら。こちらもヌーのオーガニックオイル美容液。世界のオーガニック認証、コスモス認証も取ってて、安心して使えるかと思います。オイル美容液はその乾燥が気になるところ、私は結構鼻周りとか T ゾーンは油が結構あるので、こういうところに、頬とか、まあ、首とかに塗ってます。とにかくこすらないようにね。この出会いのきっかけなんですが、私ここのフランキンセンスのお香が大好きで使ってたんですけど、そしたらなんとプロデュースのお話をいただいて、それで一緒に作りました。はい、次は日焼け止めを塗っていきます。ちゃんとアチャームの UV ミルク、ボディにも顔にも使えます。 SPF50 ちょろっと、すごい伸びるので少しで十分です。優しく広げていきます。すごい伸びるんですよ。で、潤うから乾燥しづらいんで気に入ってます。以上でスキンケアは終了です。すごくね、簡単でシンプルなのですが、そう、やっぱりメイク前のスキンケアっていうのもあって、あまりこういろいろつけすぎると、まあ、メイクがよれちゃったりとか、あと毎日のことだから、なんか簡単でシンプルな方が、足すことよりうまくこう引き算もすごく大事だなって思うので、もう食事からも気をつけて、スキンケアはシンプルにっていう、そういうスタイルが好きです。続いてはメイクアップを紹介していきたいと思います。私は普段抜け感や素肌感を大事にしているメイクをしていますので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、クレドポーのファンデーションを塗っていきます。ファンデーションなんですが、すごい薄付きできめ細かいので、私はこちらハイライトとして使っています。少しですごい伸びますんで、ちょん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 を伸ばしていきます。ほんとすごい伸びるから少しで十分。なんかこれあれなんです、女優の先輩に教えていただいたんですよ、このファンデ。で、こういうお仕事ってライトをすごい浴びるじゃないですか。で、このファンデはほとんど美容液で乾燥しづらくて、だからこういう目尻とかこういうとことか乾燥しづらいからシワになりづらいんですよ、夕方になっても。で、ライトが当たった時に細かいからなんかピカーンって反射しやすい、だから綺麗に映りやすいんですよ、テレビ映りも。これでピカーンとなんか発光、そう、発光すると教えていただいたんですよ、肌が。次はコンシーラーをしていきます。バブのコンシーラーです。スティックタイプです。これはもうこれ気になる、ちょっと赤みがあったりニキビできちゃったところかにも塗ったり、つけ心地は硬いっていうよりはなんかちゃんと柔らかさもあってつけやすいです。クマとか気になるところにものせて軽く、消しすぎると目がちっちゃく見えたりするので、ほんとナチュラルにつけるっていうのがポイントです。も口角が上がってるように見せる。
こんな感じで基本だから中心に塗りますね。もうこことか全然塗ってないですね。じゃあ次はハイライトです。これは最近知りました。 &B のグローハイライターを塗っていきます。塗っていきますね。でこの三角のエリアに塗るといいって教えてもらって塗っていきます。あ、ここか塗ってた時にここか、ここだっけな。どうでしょうか。ツヤ、みずみずしくなりました。やっぱりこすらないっていうのをすごく大事にしているので、なるべく自分の顔は自分の手で優しく触るように意識しています。じゃあ次はインテグレートのアイブロウペンシルで眉毛を描いていきます。これはもう何本目でしょう。めちゃくちゃ使ってる。なんか細くて描きやすいんです。いろいろ試したけど結局これが細くて描きやすい。私細眉が好きなんですよ。なんか眉がこうキリッとしてると顔が上がって見えるんで、なるべくキリッと眉にしています。あとアンジェリーナ・ジョリーが大好きで彼女の真似をしているっていうのもあります。でこれ反対側にこれブラシついてて、これでポンポンってやってあげたい。はい、眉毛切り。簡単に描けるんですよ、さーって。あ、だから普段は眉毛を整えてくれるサロンにも行ってます。そうするとより眉毛描きやすくなるので眉毛サロンもおすすめです。次こちらビセリシェのグロッシーリッチアイズを使っていきます。アイシャドウを塗る前に眉毛にちょっと色をのせていきたいと思います。軽く今日ちょっといつものということでこちらのせていきます。はい、のせました。あ、ちょっと赤みが、やっぱ赤って目を引くんですよね。続いてこちらバブーボーテ、先ほどのコンシーラーと同じブランドですね。こちらの、グリッターアイシャドウシャンパンオレンジ使っていきます。これはもう全体にジュンジュンジュンなじませます。こう本当にちょっとだけ、すごいラメなのでつけすぎるとギラギラになっちゃうんで、少ない少量をちょんちょんちょんとこう広げていきます。こちら目の下にも塗っていきます。ちょんちょんちょん、印象が明るくなりました。で先ほどのビセリシェのアイシャドウを塗っていきます。普段は私はもうこの色とこの色を、何でしょう、一回一回というよりはもうポンポンってブラシにこう混ぜちゃいます。ポンポンってつけてのせちゃう。ちょんちょんで目尻ちょっと広げるっていう、ふわっと、なんとなく目の下のこの3分の1ふわふわ、これだけでもちょっと目力が出ましたね。でもうちょっと目力出したい時はこの濃い色、先ほど眉毛にのせたこの濃い色をこの目尻の際ちょんちょんってのせたり、ちょっと上の目尻にも端っこにもふわっとのせてちょっと釣り上げるイメージですね。はい、続いてラブライナーのペンシルアイライナーを使っていきます。ウォータープルーフですよ。くるくると出して、これすごい描きやすくて、でこのブラウン、この色がまた可愛いんですよね。目尻、本当に目尻、そうですね、黒目の外側ぐらいからですねなぞっていきます。これリキッドだとやるの難しいんですけど、こうペンシルだからぼかしながらできる。やっぱりこうぼかすと抜け感が出るので頑張りすぎてないメイクっていうことでぼかすようにしています。これで続いてはこちらアイズのアイラッシュリボーゾーンっていうまつげ美容液を使っていきます。私普段のメイクマスカラしないんですよ。マスカラをするとすごくバチッと強くなっちゃうので、
マスカラはつけないようにしてて、その代わりまつげ美容液を塗るようにしています。これ塗るとすごいまつげ健康に保てます。だからマスカラなしでもういけちゃうっていう。はい、じゃん。次はディオールのリップを塗っていきます。これケース着せ替えできるんですよ。今回は白を着せてきました。他にもね、いろんなね着せ替えがあって選ぶの楽しいですよ。プレゼントにもいいし、普段はこういったヌーディーな色、この色を塗っていきます。このままいきます。塗りやすい、みずみずしくて、そう、乾燥しないからいいんですよね、このリップ。普段はもうこれで完成なんですが、もうちょっとドラマティックなシーンの時は色をのせたいので、その時バージョンのリップも塗っていきます。ドラマティックに行きたい時はアルマーニービューティーのリップ、ポン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 ってつけて、さらにドラマティックに行きたいときはもうこのままもうグワッと塗っちゃいますね。こんな感じですごいドラマティックになりますね。普段リップは結構オレンジ系が好きです。赤いリップだとしてもちょっとオレンジが入ってるとか、まあこういったとかオレンジブラウンとか、やっぱり自分の顔やお肌に合うのでオレンジが入ったものを選ぶようにしています。メイクアップ完成しました。今日は私の毎日のスキンケアと普段の抜け感のある素肌感のあるメイクをご紹介しました。メイクをすることで写真を撮るときとか、あと人に会うとき、さらに自信を持たせてくれるので、私はメイク好きです。皆さんの参考になると嬉しいです。ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。